海上自衛隊所属艘、竜型潜水艦が、オーシャンアルテミス号との衝突は衝撃的でした。大事故に至らなかったのは、偶然にも救われました。今現在、神戸市の海上自衛隊阪神基地に到着している。では、今回の衝突事故を詳しく見ていきますね。海上保安本部や海上自衛隊の事故調査が続けられている。結構、衝撃的な映像を見つけました。商船と、総、竜型潜水艦が衝突しました。総流派浮上時に、商船オーシャンアルテミス号の底部に衝突したようです。2021年2月8日、総、竜型潜水艦が、商船オーシャンアルミテス号と衝突したというニュースが入りました。この知らせに、潜水艦に。詳しい人たちは、大いに驚いたことでしょう。事故の内容ですが、総、竜が、商船の底部に衝突したという事態でした。オーシャンアルテミスの乗員には、幸い怪我人はいなかったのですが、潜水艦では、3人が軽傷でした。大きな事故までいかなかったのがむしろ、不思議なぐらいの事態でした。なぜ、こんなことが起きたのか、事故の原因は、まだ解明中とのことですが、そう、竜潜水艦の船舵が折れ曲がってしまうほどの衝突の、激しさがわかりますね。単純に考えると、潜水艦は兵器の一つ。それが、普通の船とぶつかって壊れた負けたって、どういうこと？と、不思議に感じる方もいらっしゃるのでは、ないでしょうか？各有筆者も、日本が誇る潜水艦総流が、破壊された。冗談でしょと思った、一人でした。訓練中だった、そう、流内での連携ミスが原因ではないかと、されていますが、実際の解明までは、かなり時間がかかりそうです。では詳しく紹介していきましょう。改めて、事故の詳細を紹介します。一昔前は、台風の接近ニュースで、よく名前が出ていたのが、高知県の足摺岬ですが、その沖で、2021年2月8日午前、海上自衛隊の総流型潜水艦一番艦、総、流が、民間の貨物船と接触した事故が、発生しというニュースが、多数のマスコミによって報道されました。潜水艦総、流が接触した相手艦船は、香港の貨物船。オーシャンアルテミス号でしたが、不幸中の幸いと言うべきでしょう。相手側には、怪我人や船の損傷は起きなかった様子です。こちらの、総、流側でも、3名の乗組員が軽い怪我をした程度でした。つまり、そこまで深刻なダメージを受けたわけではありません。今後、海上保安庁や海上自衛隊の事故委員会が調査して、事故原因の究明を進めていくと言われています。事故後に公開された映像や写真などを見ると、総流のセイル部分の損傷は肉眼でも認められるほど明らかだったようです。総流が浮上時に、オーシャンアルテミス号の底部に衝突したことがわかる状態でした。この事故で一番に問題視されたのは、事故の衝撃によって総流の
通信機能が失われてしまったため、事故報告ができたのは発生からなんと3時間以上も遅れてしまったことでしょう。報道によると、事故の発生地点は足摺岬から約 50km 沖合の海上でしたが、この海域は携帯電話の電波の圏外だったのです。そのため、通報が可能な。電波が受発信できる圏内へ移動するまでに時間がかかってしまったということでした。驚くのは、その通報した機器も乗組員の私有物である携帯電話を使ったものだということです。潜水艦自体の通信機がこういった不足の事態に対応できないとは信じられないと感じませんか？緊急時の連絡方法について海事の中ではどのように規定されていたのだろうという疑問が浮かんできます。言うまでもなく、潜水艦は日本の領海の防衛を担っている最前線に立つ艦艇です。その艦隊がわずかな接触事故によって大切な通信機能を失ったという事実は、即応のリカバリー体制も含めて万が一の非常時に果たして対応できるのだろうかという不安が拭いきれません。素人が見ても当日の海上は悪天候ではなく安定していたように思われますし、それから考えても、どうしてこのような事故が起こってしまったのかと不思議に思えます。ぶつかった相手のオーシャンアルテミス号は全長が 200m 以上と、そう、竜の倍以上もある大型貨物船です。それほど大きな存在を認識できずに浮上してしまったことも気がかりなポイントです。潜水艦は浮上する際に潜望鏡を海面に出しますが、その深度まで達することを露頂というそうです。今回の双竜はロイタダキするときにはオーシャンアルテミス号を発見していたとそうです。しかし、潜望鏡でオーシャンアルテミス号を発見したものの、気づいた時点では衝突を避けることができる距離はすでに過ぎていたので、やむを得ず衝突に至ってしまったというのが記者会見における岸防衛大臣の説明でした。実は海事の潜水艦によるロイタダキ時の事故はこれだけではありません。2006年平成18年にも発生していました。この時は練習用潜水艦アサシオが宮崎県沖の海域でタンカーとの衝突したのです。この事故以降、海上自衛隊でハーサシオの事故を教訓に潜水艦運用手順の厳格化を実施してきたと言われていましたが、不幸にして再びロイタダキ時に事故が起こってしまった格好になりました。幸いと言いますか、今回の双竜、前回のアサシを共に衝突した相手が自身よりもはるかかに巨大な艦艇だったために、その後の大きな損害被害につながらなかったことが幸運だったと思われます。しかし、潜水艦事故といえば、未だに多くの人が思い出すであろう、愛媛丸の悲劇があります。2001年、平成13年に発生した愛媛丸事故は、アメリカ海軍の攻撃型潜水艦グリーンビルが、浮上時に愛媛丸に衝突し、
艦自体が沈没してしまったのです。沈没させられた愛媛丸は、9名の犠牲者を出しました。グリーンビルの水中排水量は約7000トンであり、愛媛丸は約500トンで数字を見ても、10倍以上の差があります。これほど船体の大きさに差があったわけですから、グリーンビルでぶつけられた愛媛丸は無事では済むわけがありません。前述のように、9名もの死者を出す悲しい結果になってしまったのでした。また、忘れてはならない事故がもっと遡った1988年、昭和63年。に発生した名田潮事件です。神奈川県の沖合で海自の潜水艦名田潮と釣り船第一藤丸が衝突し、第一藤丸が沈没、乗客30名という多数の死者を出す結果となりました。この時も第一藤丸が約150トン、名田潮は水中排水量約2900トンと、大きな差があったため、第一藤丸はひとたまりもなく沈んでしまったことが伺えます。この名田潮事故については、艦長らが航海日誌の記述を後に、換算したという疑念も浮上し、事故の責任を回避しようと企んだとして、当時は、大きな社会問題となりました。潜水艦の設計上、溺れている人を助け上げることはできないのでしょうが、艦上に立ったままで手をこまぬいて、海面を眺めているような乗組員の姿を、ニュース映像で見て、苛立たしさを感じたものでした。さて、今回の、そう、竜は、長期にわたる定期点検後の航海だったとも言われていますが、乗組員の習熟度が不足していたための人的ミスの可能性なども指摘され始めているそうです。いずれにしても、日本が誇る双竜の失態ですから、真実が知りたいものです。そして、何よりも、日本の領海防衛には欠かせない潜水艦ですから、1日も早く対応策を実施し、双竜の運用再開を希望します。